こんにちは、みなとみなんです。投稿が遅れてしまいすいません。気まぐれで投稿してるので、投稿頻度は安定してませんが、それでもいつも見てくださって本当にありがとうございます。こんなに半分前に報告が2つあります。まず1つ目ですが、モップを導入しました。せっかく PC 版でプレイしてるので、いつからなんともったんなんですよね。とりあえず影モップ、水がとても綺麗に見えますね。光源や空もよりリアルに見えるようになります。それとラールドエディット。いろいろなコマンドが追加されるようなモッドなんですが、建築がとても楽になります。建築をしてる方には特におすすめしたいモッドです。すごい建築をしてる方は探偵使ってますよね。ほんとは他にもリアルトレインモッドやヘリモッド、リプレイモッドなど使いたいモッドはたくさんあるんですが、導入に手こずってしまいなかなか導入できていません。こういうの苦手なんですよね。誰か僕の家来て手伝ってほしいです。そして報告2つ目、前のラールドを捨てて新しいラールドで作ることにしました。モッドのバーロンの影響もそうなんですが、前のラールドはいろいろ変なところに建物を建てたりしていて山だったんですよね。なのでラールドを一新して新たなラールドで再出発することにしました。ということで、今回はこの新しいラールドで作ったものをいくつか紹介しようと思います。みなとみなんすごいさん。新しいラールドの前回と同じ東京の島浦からスタートしています。このラールドでは Google Earth のグリッド線という機能を活用し、東南南北をより正確に作っています。日が昇ってくる方角も合ってると思います。ここにある謎の柱ですが、座標が000になってるところに目印を置いてるだけなので、あまり気にしないでください。作ったものですが、まずここに橋と道路を作りました。何で道路を作ったのは結構久しぶりですね。苦手だしめんどくさいし正直やりたくないです。ここにも橋と作りかけの道路。ここに建ってる大きいマンションが、このラールドで最初に作った建物です。前回のラールドにもあった、シマウラアイランドエアタワーという建物です。夜景がどんな感じになるのか試したかったので、ところどころ部屋に松明を置いてます。ちなみにその夜景がこんな感じ。夕日が綺麗。モッドで光源の色を変えることができるので、オレンジに変えてみました。こっちの方がマンションっぽいですね。道路の街灯も光ってます。これよく見ると草が揺れてますね。面白い。みなとみなんすごいさん。このラールドこれだけかと思いきや、実はまだあります。ここに赤い線がありますよね。先をたどってみましょう。はい。赤い線の先にはまた別の建物があります。実はあの赤い線はグリッド線で、これをうまく使うことで街を全部作らなくても簡単に離れた街の開発を進められるようになりました。大体こんなイメージ。作りたい時に作りたい街を作れるので、飽き性の主にはかなり助かります。そして進んだ先ですが、同じく東京の新橋周辺、汐留のビル群が並ぶエリアです。ブラック企業で有名な某大手広告代理店の本社ビル棟を作りました。僕は低層階をちゃんと作らないまま別の建物を作り始めてしまうのでまだこの建物も入れないんですが、入り口さえ作れば中にも入れますし、オフィスとしてもしっかり使えます。もちろん、内装は内装です。では別のエリアに進みましょう。重かったので一度影モップを押すにしました。こんな感じでところどころ目印を置いてます。ここは六本木周辺らしいです。次回はテレポートコマンドを使ってますが、今回は紹介ということもあり、なんとなく歩いて移動してます。実際の街と同じ分距離があるので、結構時間がかかるんですよね。東京って、意外と広い。この辺りが渋谷になります。白いブロックで囲ってるところが渋谷ヒカリエです。そのうちこの辺りも作っていこうと思ってます。さらにここから北に進んでいきましょう。あれ、ブロックが落ちてますね。虫がポイ捨てしたんでしょうか。ちゃんと拾っておきましょう。原宿。代々木。着きました。ここが最新の開発拠点、新宿、歌舞伎町です。ここもなら建物は少ないですが、そのうち広大な眠らない街になるでしょう。歌舞伎町一番街付近の建物をいくつか作りました。マイクラで再現しようと思ったらこの辺が限界かなぁ。ですが変態的な雰囲気はいい感じではないでしょうか。あの辺りに新宿大ガードや西新宿のビル群ができます。どの建物もほとんど内装は作っておらず、間取りなども適当ですが、なんとなく入れるようにはなってて、すべての部屋をオフィスや店舗として使えるようになっています。みなとみなんすごいさん。今後この街を開発していくにあたって、拠点というか家のようなものは必要ですよね。ということで、とりあえずこのマンションの一室を僕の家にしようと思います。
この建物は入り口が回らないので、適当なところから入れるようにしておきましょう。ここがエレベーター。とりあえず適当な階に登って部屋を決めましょう。眺めのいいところにしたいですね。この部屋に決定。案件の狭さです。ベランダからはまだ水しか見えませんが、そのうち建物ができてくるでしょう。隣にも部屋があり、カロ部屋になってます。とりあえず端末で部屋を明るくして、拠点といったらまずはベッドですよね。小さい方の部屋に置きます。何かしらの植物は置いておきたいですね。なんとなく草を置きます。そしてチェスト。卵と作業台。マイクラの基本ですね。観葉植物も置きましょう。部屋が華やかになりますね。止水板にしました。インターホンみたいな感じで金を置いてみました。これで拠点は完成。せっかく拠点を作ったので、一回寝ておきましょう。おやすみー。みなとみらいすごうさん。おはようございます。いい天気ですね。この足場式の簡易エレベーターもそのうち完了したんですね。1階です。ここが僕の部屋ですね。外からも見えます。そして自分の家とは別に、みなとみらいすごうさんの支店も作ります。本当は本社を作りたかったんですが、本社は横浜にあるという設定なので、とりあえず東京に支店や営業所を作ります。なら新宿か汐留しかないので、新宿のこのビルに作ります。差し込む朝日が綺麗ですね。奥にも部屋があります。支店といっても何を作ればいいんでしょうか。よくわからなかったので、なんとなくそれっぽいものを置いてみます。本棚や製図台は結構いいかも。簡単なデスクや椅子も置いて。こんな感じになりました。狭くて斜めなのであまりうまくはできませんでしたが、雰囲気はそれっぽくできた気がします。みなとみらいすごうさん。今回もご視聴ありがとうございました。本当は東京や関東以外の地域もいろいろ作りたいんですが、東京から離れていてなかなか作りづらいので、しばらくは関東が中心になると思います。投稿頻度は気まぐれですが、いつも見てくださって本当にありがとうございます。よろしければチャンネル登録や高評価、コメントもよろしくお願いします。それでは、バイバイ。